新型コロナの感染急拡大を受け、県はまもなく県民にワクチンの早期接種などを求める独自の宮城医療逼迫危機宣言を出す方針です。それに先立ち、先ほど市町村長の意見を聞く会議が開かれました。市町村長会議は県庁と各市町村をオンラインで結んで開かれました。はじめに村井知事が、新型コロナの感染急拡大により医療機関の体制が逼迫していることを説明した上で、県民にワクチンの積極的な接種などを呼びかける宮城医療逼迫危機宣言を出す方針を示しました。本県独自の宮城医療逼迫危機宣言、宮城医療逼迫危機宣言を宣言したいと考えております。これに対し市町村長からは異論は出ませんでした。県は県庁で午後5時半から始まっている対策本部会議で専門家の意見を聞いた上で危機宣言を出します。宣言の期間は今日から来年1月16日までで、県民にオミクロン株に対応したワクチンの早期接種や感染に備え市販薬や検査キットなどを準備しておくことなどを求めています。一方で県民に対し、旅行や会食での行動制限は求めないことにしています。